こんにちは。今日は足の蒸れと匂いを防ぐフットデオドラントパウダーのご紹介です。材料はまず消臭吸湿作用のある重曹炭酸水素ナトリウムですね。そして吸湿作用吸着作用のあるカオリン、そしてタルクです。タルクは活石という鉱物から作られるとても細かく柔らかな粉で、つけると肌がスベスベします。ベビーパウダーの主成分でもあり、フェイスパウダーやファンデーションなどのベースとして化粧品にもよく配合されています。これがなければ代わりにコーンスターチでも結構です。そしてアロマ精油は抗菌・抗真菌作用のあるラベンダーと、静観・抗菌・修練作用のあるサイプレス、そして抗菌・抗真菌・修練作用のあるリッツァキュベバ、別名メイちゃんを使います。重曹の粉がやや粗めなので、今回は乳鉢を使いますが、なければ材料をビニール袋に入れて混ぜたら OK です。そして容器はこういう筒型のものやベビーパウダーのような丸い容器に入れてパフでつけるもの、何でもいいです。では作っていきます。重曹大さじ1を乳鉢に入れて吸っていきます。そしてカオリンを小さじ1と、タルクを大さじ1入れます。そして軽く混ぜたら、アロマ精油のサイプレス、ラベンダー、リッツァキュベバをそれぞれ2滴ずつ入れていきます。他にもレモングラスやペパーミント、レモン、ベルガモット、ゼラニウム、ティートゥリー、パルマローザなどもおすすめです。そして精油がまんべんなく混ざるようによくかき混ぜます。ビニール袋で作る場合はさらに簡単で、まず粉類をすべて入れてから、粉の中に落とすように精油を入れます。ビニール袋に精油が直接つかないように気をつけてください。そして中に少し空気を入れて、袋の口をしっかりと握って閉めたら振ってすべてを混ぜ合わせます。そして次に粉を吸い込まないように気をつけて空気を抜いて、さらに袋の上から手で潰すように粉に精油を混ぜ合わせていきます。こんな感じで出来上がりです。スプーンではちょっと難しいので、こんな紙で作った錠子で入れていきます。こんな感じで清潔な状態の足に直接つけたりパフでつけたりしてください。よかったら作ってみてください。これは脇などの体にも使えますが、怪我をしているところや粘膜部分には使わないでください。サイプレス精油は女性ホルモン用作用がありますので、子宮筋腫、乳腺炎などエストロゲンで症状が悪化する可能性のある方、また妊娠中の方は使用を控えてください。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。